榎本正規9月20日隊は、日本の政治家、元鶴岡市長、東北公益文化大学副理事長、児童博物館顧問、鶴岡市少年寺生まれ、鶴岡市議を経て2009年、優待した富塚洋一の後継者として鶴岡市長選に出馬、市議5期の経験と知名度を生かした、組織選挙を展開したほか、 加藤浩一らの支援を得て初当選する。2013年に無投票で再選される。2017年、元農林水産官僚の皆川寺に敗れ落選。市民、地域、行政の協調を姿勢の柱とした鶴岡ル,ルネサンス宣言を主な政策として掲げている。市長就任後、それまで二人制だった副市長職を一人制にし、 行政改革推進のために、鶴岡財政諮問会議を創設する。2010年、ただちゃまめやでは散々信仰と結びついた、精進料理などの鶴岡の食文化を世界に発信するため、ユネスコの創造都市ネットワークへの加盟活動を開始。活動開始から4年後の2014年12月1日に、創造都市ネットワーク食文化分野への加盟が認定される。 富塚が承知した慶応義塾大学先端生命科学研究所への財政支援を引き継ぎ、バイオ技術を活用した地域経済の活性化を目指している。木質バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用し、原子力発電への依存を減らすことを主張しているが、電力の安定供給の面で課題が多いとして、脱原発には慎重な立場を取っている。 2013年4月18日、鶴岡市立鴨水族館の改築費用を賄うため、住民参加型の公募祭、鴨水族館クラゲドリーム祭を発行。募集開始から20分で3億円を売り上げ、2014年6月12日には、今後の地方財政のモデルケースとして、地方公共団体金融機構が表彰する、地方公共団体ファイナンス賞に選ばれる。 2015年5月1日、観光振興を目的として、酒田市、新潟市、村上市、佐渡市、体内市に働きかけ、日本海食文化観光ルート推進協議会を設立。食文化を中心にした周遊ルートの整備を行い、観光庁の公募する広域観光周遊ルート形成計画に応募すると、している。ありがとうございます。